ちょっと調子乗ってるって言われたくないからさ、まあ、ツイッターでは言わなかったべこだけどさ、え、なんか昨日の出来事がさ、まあ、ちょっとなんとまあなんかこの度うさだぺこはなんかヤフーニュースにもなんか取り上げていただいたみたいでさ、もうなんかあれいいぺこなのかなっていうのが、おーいいねーみたいな、あどうもみたいな今までね、ほらもういろんなねことをヤフーニュースで学んできたうさだぺこらがついにうさだぺこら自体もねヤフーニュースにも載せていただいてもらってるみたいで、でも最後の一言がねちょっといえどういうことみたいなもう嬉しくねニコニコしながらちょっと見てたら、最後の一行だけねちょっとんっていうちょっと一行もあたぺこですけど、まあありがとうございますといやなんかそう最後の一行あれいらなくねみたいな、えなんで書いたぺこなのみたいななんで書いたの、もうそれはもうヤフーニュース見てさちょっと確認してきてぺこだよ、なんかねそう笑い方の癖がすごいって、ちょっとそれいらえそれいるみたいな我々なんか嬉しかった、初めてまさか初めてねなんかねなんかのってか乗ると思ってなかったぺこだから、ちょっとね嬉しいぺこだね。